さあ浅川選手、この久井選手なんて言うんでしょうか、ね、俺に来ますか、はい、最初にやはりディープチャンピオンを取ったことのある人つながりということで、まあ、この何ですかね、プロのやっぱり試合を作っていこうというのが全面に押し立てられるこの入場であり、はい、パフォーマンスですよね。さあ本が鳴りました。コメントの前に本が鳴りました、はい、では試合の中でいただきます。女性の意見を聞いた方がいいんじゃないですか。なるほど。さあ女性と女性のぶつかり合いということになりますが、これは女子の 47.6 キロのチャンピオンを決める戦いのリーグ戦でもあります。たのにさあ工藤アドネさん、はい、なんかすごいポジティブで前向きで、はい、私にはないものだから本当にすごいなって思いました、うん。さあこの被災が、まあ、このリーグ戦で安藤選手、はい、全試合 KO1 本を宣言してるんですよね。それで1戦目加藤春菜に対して1本勝利、次は KO ですと言い切っている。確かにこの被災のレコードを見ると総合は28戦21勝6敗1つの引き分け4つ1本勝ちで 12KO なんですよね。21の半分以上が KO で勝っているという、めちゃくちゃすごい方ですね。なかなかちょっとこういう数字はね、はい、なかなか見られないものなんですが、まあ、本人は、まあ、確かにスマックガールというイベント、プロモーションでは力の差も確かにあったんだというコメントは出しますけれども、ただしっかり KO できるというのはね。さあここは今下になっている下に対して上から AACC の澤田千尋、パウンド、パウンド強いですね、はい、もともとはレスラーです。ですから安藤選手も分かるとおり、まあ、この相手を押さえつける腰の強さというんでしょうかね、はい、安藤選手もなかなかいいグラウンドパンチを打てる選手というふうに見えているんですが、ありがとうございます、まあ、これはコツというんでしょうか、レスリングに鍛えてこの押さえる力、安定する力というのは強いんですか。そうですね、やっぱ体、足腰の強さがやっぱり違うのと、はい、やっぱり倒されること、倒すことに対して、うん、レスリングする選手はやっぱりちょっと強いんですかね。なるほど。ただこの久江も1月の試合では腕ひしぎ十字固めという、まあ、下からでもね持って作れる力がありますから、浅川選手これは、はい、上を取っている沢ですが油断はできないと思うんですかね。あとあれですよね、立とうとはしてないですよね、久江選手は。なるほど。結構パウンド入ってるからどうなのかなっていう、はい、下からの腕を、まあ、手首を取ったりはしてるので、いや足を絡んじゃってるんですよ。はいはい、クローズドですか、ね、だとこれだと立てないんで、やっぱ立つのに地面蹴るのが必要な、はい、的蹴るのが必要なので、もちろん、はい、なので下から狙ってるんですけれども、決めれそうにはないですよね。これそうですね、プレッシャーの方が強いですね。がっちりクローズドになってますからね。これは安藤選手、これ背中でねクローズドになってって分かるもんですか、やっぱり感じられますかね、閉じてるなっていうのは。そうですね、じゃあ立つ気ないんだなっていうのもそれなりに察知できますよね、はい、さあしかし腕十字のアタックは見せます。さあ足を払って立つところを狙っていく、カウンターも狙ったが逆にもう一度、あこれ厳しいですね。これは長谷川選手立てるかなと思ったところでまたテイクダウンですからね。もう結構疲れてたんじゃないですか。結構ダメージあるかもしれないですね、はい、ダメージと、まあ、ちょっと削られた感もあります、うん。第1ラウンド残りは1分40秒というところ、全然ダメージありそうですね。戦前ではかなり調子よく仕上がっているというコメントを出していましたけれども、さあこの1ラウンドで大きく変わってしまったのか。さあ澤田がコントロールします、ポジションを変えながらマウントを狙うか。澤田選手的には楽ですよね、立ちに来ないっていうのは、ね、うん、下から決めに来てるけど、はい、そこまで決められそうにないっていう。これも長谷川選手下で足をかけてクロスしてるのは下への方ですからね。そうですね、はい、これもそうですよね、終わっちゃうかもしれないですね。あ、うん、残りは1分あります。あ、エルボー、かなりエルボーをもらい続ける久江です。そしてパンチ嫌がって一度左に体顔を振りましたが、これ何度も足をこう一本に、まあ、4の字ロックのような形でかけてしまうというのは、はい、癖みたいなものあるんですか。いや、時間が次の待ってるだけですね。もうちょっと厳しいんじゃないですか、立てないし、そして決めれないし、はい、なるべく距離を潰して打撃をもらいたくはないという。ただ30秒です。まあ、ハードヒットではないにしてもレフリーはこれ動かない、動けないのであればという考え方が変わりますからね。めちゃめちゃ差ありますよね、
さあ上から押さえて殴っていく澤田、ま、あ少し今朝のような形で上野さんマウント狙うニューンドベリー抑えます。残り10秒、第1ラウンドが終わろうとしてマウント、ここから行くか、さあどうする、時間はほとんどないが、エルボーエルボーエルボーだ、レフリーはタイムストップ、1ラウンド5分が終わってホーンです。いやーこれは安藤選手、まあ試合前の宣言とは裏腹にちょっと厳しい展開を強いられてますね、試合の方が。そうですね、テイクダウン取ってからのプレッシャーすごい良かったですね、澤田選手は、はい、しっかりパウンドを落として、うん、結構削れたっぽいですね。これは長谷川選手2ラウンド変えられるとすると、やっぱりスタンド勝負に持っていかないとですよね。ちょっと厳しいんじゃないですか、スタンド勝負に。スタンド勝負も疲れてますよかなり、あ、ね、まあ、スタンド勝負するしか勝機はないと思うんですけど、はいはい、もうテイク取られたらかなり厳しいんじゃないかな。なるほど。さあ工藤アドレさん、はい、まあ、このリーグ戦2戦目です。この勝敗は結構ね、リーグ戦大きい動きになると思うんですが。久江選手はもともと寝技がお得意な方なんですか。打撃と、もちろんあのグラウンドも得意、あんま不得意とは言いませんから。いやこれがどう変わるか、かなりちょっと疲労の色も見えます。さあ第2ラウンド、これがファイナルになります。リーグ戦は2回戦で行われます。タックル切れるか、大事、ここは一旦切りました。あーっと蹴りに入ったんですが、たぐられた。安藤選手ちょっと厳しいですかね、これ下から狙ってるっぽいですね、はい、さあ1本腕はきますが、足を束ねて払っていく。まあこの辺りは澤田の方がね、安藤選手レスラーですから、足さばきも見事に決まっています。そしてバックバック、取れるか、早い時間帯ですが狙っていきます。腕を巻いていく、入ったか、入った、はい、入った、まだシングル、いやここで組んだ組んだ組んだ、決まっていく、締めていく締めていく、澤田が取った澤田が取った、こらえる久江、これはこれは決まっている、動けない、ダメかダメか、タップした、決まった、澤田千尋サブミッションで決めました。さえ敗れる、さあ盤石の戦いと言っていいでしょう。澤田千尋が1ラウンドスリーパーで相手から久江からタップを奪いました。いやー安藤選手取り切りましたね。2ラウンドはちょっとどうかなと思ったんですが、なかなか男子顔負けのパウンドでしたね、はい。まあ、1ラウンドかなり、ね、エルボンを混ぜて入れていたので、はい、さあこれでこのリーグ戦ですが、澤田千尋が2戦を終えて3ポイントを加えて合計5ポイントになりました。久江が2戦を終えて4ポイント、他の3選手は2戦を終えて一番ポイントを取っているのが中村美久で2ポイントですから、澤田千尋が今日をもってリーグ戦トップに立つことになります。2ラウンドフィニッシュですから3ポイントが加えられて5ポイント、これは安藤選手、まあ、リーグ戦でもこれで澤田が一つ抜きんでたという形になります。これあのチャンピオンベルトもかかってますからね。皆さんもご存知と思いますが、あの1にも参戦中の澤田龍斗選手の妹ということで、
まあ、兄の背中を追ってこの総合格闘技に入ってきました。まあ、お兄さんに認めてもらえる戦いをというのが胸にあります。今日はしっかりと答えられたような気がします。澤田千尋がインフィニティリーグ2戦目にして3ポイントを追加、合計5ポイントで冴えを抑えてリーグ戦トップに立ちました。